1080p の 60fps で動画を撮ってるんですけど、やっぱりかなりね滑らかなんですよね、動きとかも。超広角です、こんな感じで。超広角で撮ってるんで、こんな感じでね、自撮りしても、まあ、アクションカメラ的に撮ることもできるし、で今ね画面見てるんですけど、これかなりこれ手ブレ補正ね強力ですね。かなり滑らかな映像になってると思います。これはちなみに、はい、どうもこんにちは、渡辺です。今回はですね、スマホの開封レビューでございます。はい、ということで今回はですね、こちら、初めてなんですけども au オンラインショップの方で、スマートフォンをですね購入してみました。はい、今回ですね購入したのがですね、もう実際発売前に、メーカーさんの方からですねスマホをお借りしてレビューをね1本出してるんですけども、まあ、すごく良かったっていうところと、思った以上に発表された価格がですね安いということで、結構手の届きやすい価格ではあったんですよね。今回購入してみたのが OPPO Find X2 Pro でございます。はい、7月の22日から au からですね発売された、まあ、最新スマートフォンになります。はい、今回ですねこちらを、まあ、オンラインショップの方でね購入して、今ね届きましたので、ちょっとこれから開封して、開封ファーストインプレッションレビューやっていこうと思います。では行きましょう。はい、では早速開けていきたいと思います。ちなみに au オンラインショップ使うの初めてだったんですけど、3日で届きました。注文してから思ったよりも早く届きました。はい、で、外箱の方はねこんな感じになってます。レビューの時にお借りしていたのは端末だけだったんで、箱を見るの初めてなんですけども、すごい高級感ありますね。でフラッグシップの、まあ、ハイエンドのスマホなんですけど、9万円ってのがねやっぱすごいなと思うんですよね。はい、このねなんていうか箱の質感もすごいこだわりを感じますね。このキラキラしてる感じとかすごいかっこいいですね。で、買ったこのカラーはですね、オレンジになります。よし、では開けていきます。オープン。はい、この中に、こんな感じで、しっかりクリアケースも入ってます。で SIM ピンもこんな感じで入ってますね。で、注目ポイントこちらです。こちらがですね OPPO のこれ充電器なんですけど、これ急速充電対応している充電器が、ね、1個ついてきます。 65W の、ね、急速充電ができるというやつですね。これもありがたいですよね。お、イヤホンも入ってんだ。そうか、ちょっと外観も見てみましょうか。はい、こっち側ね、緑のこのラインが入ったデザインになっている、イヤホンになってます。マイクとかもついているので、まあ、通話とかも、ね、できるイヤホンになってますね。で、Type-C のケーブルですね、充電に使うやつもついてますよと。あとイヤーピースがサイズがですね、2つさらについてます。合計3種類ですね。いやこれはねイヤホンもついて急速充電器までついて、でなおかつ9万円っていうのはね価格が攻めすぎっていう気はします。すごいですね本当に。では本体の方ね開けていきましょう。でこちらのペリッとシールも剥がして、よいしょ。背面のこのレザーのこのタッチ感ともすごいいいし、高級感が抜群です。こちらですね、このゴールドとオレンジのこのカラーリングもですねすごくかっこいいです。 SIM をね入れていきたいと思います。はい、 SIM 入れました。では電源をします。はい、おっぽきましたね。お、扉がこうぐーっときて、開くのかい開かないのかい、開くのか、扉が開くんじゃなくて近づいてくるみたいなエフェクトがありまして、で言語の選択やってきます。日本語。おー、でやっぱりね、まずね使える領域 487GB あります。これが本当にやばい。内蔵のストレージが 512GB 入ってるんですよ。だからまあマイクロ SD カードは入らないんですけど、この中にね 512GB入ってるのでもう余裕ですね。まずは初期設定して、今日はどうしようかな、カメラ周りをやっぱりねもうちょっと詳しく、レビューしたいなと思いますので、ちょっと作例とかを撮ってきて、見ながらですね今回はファーストインプレッション、終わらせたいと思います。ではまず初期設定をして、その後しばらく使ってみたいと思います。はい、ということで早速ですね OPPO Find X2 Pro 持ってですね、公園に来てます。撮影をね早速試しているんですけども、まずね OPPO Find X2 Pro 前回お借りしてねレビューしていた時期もあったんですけども、あの時はですね外出自粛のね、時期だったので、外で撮影して手ブレ補正の検証とかっていうのが、まあ、あまりできない、状態だったんですよね。今回は手ブレ補正のチェックとか、その辺も含めてね動画を撮ってみようかなと思います。で今はインカメラの方で撮ってます。インカメラでの撮影ですね。こちらが超広角ですね。
60p で撮れているのでかなり滑らかに動画を撮ることができます。 60p で歩いてみるとこんな感じですね。 1080p の 60fps で動画を撮ってるんですけど、やっぱりかなりね滑らかなんですよね。動きとかも超広角です。こんな感じで超広角で撮ってるんで、こんな感じでね、自撮りしても、まあ、アクションカメラ的に撮ることもできるし、で今ね画面見てるんですけど、これかなりこれ手ブレ補正ね強力ですね。かなり滑らかな映像になってると思います。スーパー手ブレ補正みたいなモードがあるんですけど、それは使ってないです。普通の手ブレ補正がまあ普通に入ってる状態ですね。かなりこれねジンバル使ってるみたいな滑らかな映像になってると思います。すごいな。ここからもちろん望遠とかもねできるんですよ。カメラをこう切り替えていってですね、5倍望遠でもこれだけ綺麗で、10倍までいけちゃうと相当綺麗ですよね。相当レベルが高い。カメラ自由に切り替えれるので、まあ、Vlog 的に使うこのカメラとしても結構使いやすいんじゃないかなと思います。で今ねカメラ使ってて一つ気づいたんですけど、 OPPO Find X2 Pro ってこの 1080p の、60fps か 30fps でね FPS とね選べるんですけども、60にして、ね、撮ることももちろんできるんですけど、そうするとねこのカメラ使ってるとねだんだんこのちょっともやがかった感じになってきてると思うんですけど、カメラの内側がねちょっと曇ってきてるんですよね。これはどうしてなんだろう。ちょっと寒いのかな。この外の気温が意外と寒いのと本体が熱くなってきてる関係なのかわかんないんですけど、ちょっとねカメラ周りのレンズが曇ってきてる。で OPPO Find X2 Pro でもこの背景ぼかしの機能ありますね。このGalaxy でいうとこのライブフォーカス動画みたいな感じで背景をぼかした撮影ができます。インカメラを使ってね背景ぼかして撮ってるんですけど、どうでしょう。で背景ぼかしのね機能はこの何パーセントぼかすとか結構選べるんですよ。で今 30% にしてさっき 60% でした。でさっき曇ってた問題はねちょっと休ませるとねまた綺麗になってます。で使ってるとおそらくカメラ周りの温度が上がってくるんじゃないかな。でだんだんカメラの内側の方がね曇ってくるんですよね。で見てる限りね手ブレ補正に関してはめちゃめちゃ優秀ですね。かなり強いと思います。ジンバルなしでも運用全然 OK ですね。で今度はねさっきよりも長く撮ってるんですけど、まだ曇ってないですね。うん、やっぱり内部のこの温度と外の温度の関係とか結構ありそうです。あともしかしたら最初に 60fps で撮ってたんで 60fps が結構負担が大きかったかもしれないですね。今ずっと 30fps で撮ってるんですけど、まだ曇ってないですね。うん、とりあえずしばらく 30fps で撮って、この後ね帰りのあたりで 60fps にもう一回チャレンジしてみようかなと思います。うん、大丈夫そうですね。とりあえず 30fps なら曇んないかな。やっぱり 60fps 負担が大きくて端末が結構熱くなるんですよね。よし、また走ります。一応 OPPO Find X2 Pro って風切り音の防止モードが入ってるんですよ。で今日風結構強いのでそのあたりもねどのぐらい声が入ってるのかっていうのが気になりますが、やっぱりカメラね切り替えできるのめっちゃ楽しいですね。うん、この辺は使いやすいと思います。でレンズ曇っちゃう問題は今のところ大丈夫そうです。はい、伏見稲荷神社に着きました。入っていきます。よいしょ。しかし映像めちゃめちゃ綺麗。すごいな。これは綺麗ですね。今日は誰もいないですね。うん、植え付きました。去年ねこの辺にリスとかもいたんですよね。今はいないかな。はい、今度はね 60fps に戻しました。まだ曇ってないんですけど、ちょっとこの後引き続きねチェックしています。で今は広角カメラですね、メインの広角カメラの方に切り替えてます。自撮りとかすると多分一番ね画質的には綺麗じゃないかなと思います。こんな感じで、ここから2倍にしますと、5倍にしますと、お文字もしっかり見える。で10倍にしますと、10倍望遠でこのぐらいです。まあ、かなりねすごいですよね。ちょっと他のスマホとの比較はねまた改めてじっくりやりますが、最大でね30倍までいけますね。動画でグイーッと調整することができます。うん、こんな感じ。最大広角でここまでです。面白いね。
じゃあちょっと 60fps に切り替えたんで、しばらくねこのまま撮影を続けてみます。これで問題なければまあいいかな、大丈夫かなと思うんですけど、ちょっと最初の時点で曇り始めたんでちょっとね、気になっちゃいましたけど、さっきだったらねもうこのぐらいで結構曇り始めてたんですけど、まだもやっとした感じは出てない、曇ってないですね。一応気になるので長回しをしてちょっと、この後大丈夫かどうか、確かめつつ最初の公園にね戻りたいと思います。ちょっとメインの広角カメラに切り替えました。あ、ちょっと曇ってきてるかな、ちょっともやってるねこの広角カメラ。超広角は大丈夫だったんだけどな。うん、超広角は大丈夫っぽいです。未だに超広角と望遠はね大丈夫っぽいんですけど、広角がちょっと曇るね。あ、治ってる、大丈夫ですねっていう感じですね。ちょっとこの後ね素材を確認して、あとは音声ですね、音質の方がどうなのかっていうのをチェックしたいと思います。はい、ということでここまでの撮ってきた素材とかも編集が終わった段階になります。はい、結構ねまあとりあえず初日なんですけども、いい点悪い点っていうのが見えてきたので、ちょっとまとめてねお話をしていきます。今回はもう実際に使ってみての感想ですね、そこを中心にいきます。でまずねちょっといきなり気になった点、悪い点からいきたいと思います。まずカメラ撮ってて、超広角カメラと広角カメラ、この辺りで動画を撮っていると、しばらく撮っているとだんだんこのレンズの内側が曇ってくるっていう問題が今出てます。はい、これはもしかしたら環境要因もあるかもしれません。例えば湿度とか気温とか、あとは今端末のこの温度とかね、カメラ周りの温度とか、その辺りにもしかしたら影響が受けているかもしれない。であとこれ今日届いたばっかりの端末なので、初期設定が終わったばかりというところがもしかしたら関係あるかもしれないです。なのでしばらく使ってるとなくなる可能性もあるんですけど、ちょっと初日の段階でねレンズ曇っちゃうっていうのはちょっと気になったっていうのがあります。もしかしたらアプリの干渉とか、あとはまあ初期設定終わってその後急速充電もしてて、バッテリーをグーッと充電して、まあもちろんその後少し休ませたんですけども、まあその後ねこちらを持ち出して、カメラを使っていたので、そのあたりがもしかしたら関係あるかもしれません。ちょっとこのあたりはしばらくね、検証しています。サブチャンネルとかでも検証しつつ、曇りの問題がどうなるのかっていうのは、ちょっと引き続き、チェックしていこうと思います。で、良かったところですね、使ってみて良かったところめちゃめちゃあるんですけど、ちょっとここからテンション上げていきたいんですけど、まず画面内の指紋認証を対応してるんですけど爆速なんですよね。はい、この感じです。伝わりますでしょうか。この感じですね、かなり速いんですよ。っていうのと、あと顔認証の速度もめちゃめちゃ速いんですよ。スマホを今テーブルの上に置いてあって、持ち上げますと、もうこの時点でこれ顔認証で解除されてるんですよ。めちゃめちゃ速い。顔認証と指紋認証の速度の速さっていうのは今まで体感した中で最速レベルだと思います。ディスプレイの方はねめちゃめちゃいいですね。ディスプレイが綺麗っていうのもいいんですけど、滑らかなこのリフレッシュレート、まあ、120Hz のリフレッシュレートと、すごいタッチ感もいいし、この滑らかなリフレッシュレートっていうのはすごくね使っていてやっぱり心地がいいです。画面リフレッシュレートはこれ自動選択ってなってます。自動で最適なリフレッシュレートに、してくれるというモード、まあ、もしくは 120Hz に固定することもできます。で今ね自動にしてるんですけど、おそらくこれ見る限り 120Hz になってますね、うん、すごい滑らかな動きになってます。で解像度の方もこれね、表示されたコンテンツに応じて、最適な解像度に自動で切り替えて、電力を節約しますっていう、モードになってます。これもねこのままで全然いいんじゃないかなと思います。かなり画面は綺麗に見えてますので、ディスプレイ面この自動にお任せしてても全然良さそうです。であといいところは充電されるまでの速度がかなり速いです。これに関してはちょっとバッテリー容量届いた時点で結構少なかったんですけど、一気にねほんと何十分かで 70% ぐらいまで回復させて、持ち出したんですけども、そういうのできちゃうんですよ。バッテリー容量少ないところから一気に持ち上げて、バッテリーを回復させるってことができるので、そこがやっぱりいいかなと思います。で次カメラなんですけど、良かったところもねたくさんあるんですけども、まず望遠ですね。望遠が楽しいっていうところを結構ね重要視してるんですよ。望遠楽しいと何かとね、写真とか撮ってても楽しいですし、肉眼で見えないところまで見えちゃったりとかするのですごい楽しいなと思ってるんですけど、 OPPO も、まあ、やっぱりね10倍まですごく綺麗に撮れるっていうところで、望遠がすごく楽しいっていうところはやっぱり今回使ってみても感じました。あとカメラの切り替えの自由度が高いってところですね。
動画を撮りながらでも超広角、広角、望遠とカメラを切り替えることができます。切り替えができるのは、まあ、あくまでもこっち側ですね、このアウトカメラのこのカメラ、トリプルカメラ、こっちは切り替えることができます。こっちは1回停止する必要があります。で、あとはさっきの作例の中でもお話ししてるんですけども、 60fps で、まあ、超広角から、まあ、広角、望遠と、全てのカメラ使えるというところが面白いかなと思います。で、やっぱりね、今回も使ってて思ったんですけど、 60fps すごい滑らかで、やっぱりね、撮っていて楽しいです。ただまあその分ですね、 60fps の時にちょっとまあレンズの曇りが起きがちだったので、まあちょっと負担が大きいのかなっていうところは感じています。で、あとね、気に入ってるところなんですけど、カメラのシャッター音がね、気持ちいいんですよ。ちょっとお聞かせしたいと思います。この感じの音なんですよ。気持ちいいんですよね、これが。これです。で、結構ね、音は小さめです。なので、カメラの無音化アプリとか特になしで、まあ、普通にこの内蔵されているこのカメラのシャッター音でも全然いいかなと思います。この感じです。ちょうどいいですよね。動画の時の音はこんな感じの音です。で、あとね、すごく感動したのが内蔵マイクです。はい、内蔵マイクが思った以上に優秀で、ちょっとびっくりしました。風切り音、今日かなりね、風強かったんですよ、実は。なんですけど、風の音なんかほとんど聞こえなかったし、その割にこの声はかなりね、大きくはっきり聞こえていたので、内蔵マイクかなり優秀だなと思いました。これですね、オーディオエフェクトっていうところがあるんですが、これ 3D 録画っていう機能になってます。これがまあデフォルトなんですけど、これ音源の方向が検出されてパノラマ式に録音されると、これによって再生の質が向上しますっていうね、モードになってます。だから動画を撮ってて、こっちから喋ってたらこっちに音源があるっていうのを判別して、こっちから撮ってる音をまあ集中的に撮ってくれるというところ。で、こっちに撮るとこっちから撮ってる音がこっちに音源があるっていうのが分かるので、こっちからの音をまあ集中的に撮ってくれるということですね。まあ全方向撮ってて、音源がある方の音を採用しているのかなと思います。うん、これかなりね、優秀だなと思いました。で、あとね、この風騒音を低減っていうね、ところがチェックマークついてるんですけど、これが想像以上にね、優秀でした。風の音かなり聞こえなかった。だからまあこの設定でね、いいんじゃないかな。基本的にこの設定で使うのがすごく使いやすいかなって思いました。で、ビデオの解像度についてはですね、まあここで中で 4K の 60fps もいけるんですよ。ただこれやるとね、さらにこの負荷がかかりそうなので、ちょっと怖いってところはありますね。 4K は撮らないので 1080p の 60fps で、まあ、安定してくれたらこれで一番いいんですけど、最大で 4K60 まで撮れますよというところです。すごいですよね、これも。で、写真のモードとしては、まあ、夜、ナイトモード、ビデオ、写真、ポートレート、その他っていう感じですね。結構モードも充実してます。タイムラプスももちろんあります。で、超広角でもタイムラプスが撮れるので、これはね、評価高いですよ。ギャラクシーは超広角でタイムラプス撮れないんですけど、OPPO は超広角でタイムラプス撮れるので、そこは結構ね、評価できるところかなと思います。で、最後いいところは価格が安いってところです。はい。まあ見ての通りですね、ハイエンドのスマートフォンなんですけども、9万円ってのは、やっぱりかなり安いと思いました。ハイエンドスマホのコスパ最強スマホだと思います。はい、ということで今回はですね、 OPPO Find X2 Pro ですね、こちらを購入したので、ちょっと実際にですね、外撮影とかも含めて使ってみてのいい点悪い点というところでまとめてみました。ぜひ参考にしてみてください。ちょっとこれからこちらはですね、しばらく、まあ、ちょっと気になったところもあったので、そこも含めてメインチャンネルとサブチャンネルで、検証ね、続けていきますので、よければね、チャンネル登録いただけると嬉しいです。この動画良かったら高評価ボタン、それからチャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。